さんこんにちは。サンブレイズ事業推進室の母さんです。ゆずです。よろしくお願いします。今回は東広島市を拠点に活動する車椅子ソフトボールチーム広島サリーレさんとの初コラボです。チームを率いる榎並隆さんは日本代表としてワールドシリーズで優勝経験もある実力者です。車椅子ソフトボールは日本では障害の有無に関係なく誰もが参加できるスポーツとして発展しています。ただし国際大会では健常者は出場は認められていません。榎並さんは7年前に脊髄を損傷して足が不自由になってしまわれたそうです。野球経験が10年以上あったとはいえ、わずか数年で国際大会で活躍されるなんてすごすぎる。今日は私たちも実際に体験させてもらえることになったんよね。楽しみじゃね。車椅子のコントロールは想像をはるかに超えて難しいです。母さんはもう無理じゃん。もうしんどい。車椅子は漕ぎ出しが一番負荷がかかるけん、選手の皆さんは常に動きながら次の動作に備えているそうなんよ。なるほどね。初心者にはなかなか難しいよね。
健常者の場合、両足を車椅子のタイヤとフレームの間に入れて固定して構えます。あとは上半身を使ってスイングします。これがまた難しいんです。すごい。いきます。当たる当たる。当たったね。もっと前。ではお手本を見せてもらいましょう。左ですね。おお。ありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンで応援のほどよろしくお願いします。